どうもガリベンよ、ガリベンセイロです。さあ皆さん、夜寝るとき寒くないですか？僕が住んでるところはね、今日雪降ってたんですよ。だからね、夜寝るときね、寒いだろうなって思うんですけれども、布団とかね、毛布とかね、ちょっといいやつ買ったりしてるんですよ、僕寒がりだから。でもそれでも首より下はあったかいけど、首から上、特におでことかってめちゃくちゃ寒くないですか？だから今日はそれをなんとかしてくれる商品を買ったのでご紹介したいと思います。ちなみに今の僕の布団の関係はこんな感じです。今時珍しいね、そば柄の枕をね、一昨日買いました。ちょっとね、テンピュールとかね、柔らかいやつが首に合わなくて、この固めのやつを買いました。普段はこうやって寝てるんですけれども、窓がここにある分、もう冷気が入ってきちゃって、顔、特にもうおでことかがめちゃくちゃ寒くなるんですよね。だから何かいい商品ないかなって思って、あるものをポチりました。それはこちらです。商品名が快眠ドーム、遮光ドーム、お休みドーム、快適テント、睡眠テント、睡眠テント、ドーム、冬睡眠、もうなんかもう検索に引っかかりゃいいやみたいなね、名前が、商品のところに書かれてます。どういったものかというと、こちらじゃーん。さあ、なんでしょうね。これだけだとちょっとよくわかりませんね。じゃあこちら開けてみましょう。袋に入ってる。ゴムで留められてました。開けます。おおっおっおっ、なんか本当にテントみたいなのが出てきましたね。なるほど、おそらくですけど、ここにこうやって頭入れて寝るのかな。ちょっと詳しく見ていきましょう。中は本当にブルーシートで作ったテントみたいな感じですね。少しこうあったかそうな感じには作られてますね。で、天井がここにね、わかるかな、はい、ひっくり返したらこうなります。天井のここにちょっとね、フィルムみたいなの貼ってあるんですよね。で、なんかページを見ると、ここにスマホを入れて、寝てる間真上で映像とか見たまま寝れますよみたいな感じでしたね。これどうやって入れるんだ。あとここにコードが刺せるように穴が開いているそうです。でも肝心のスマホはどうやって入れるんでしょうか、わかりません。そしてこのミニテントの横なんですけど、ここにメッシュのポケットがあって、ここに濡れたタオルとかを入れておくと乾燥予防にもなりますよということです。レビューを見てると、朝起きたら結露が中にできてるぐらいあったかいらしいので、セッティングしてみたいと思います。はい、入ってみました。ここが開いてるで、冷気がどのぐらい入っていくかわかんないですけど、なんか中はむちゃくちゃあったかいです。本当にブルーシートのテントの中にいるようというか、もういる、うん、で若干ちょっとね、ビニールの匂いがしますかね。うん、まあでも落ち着いて寝れそうな感じ。あ、あったかい。あったかいです。ちなみに中からの景色はこんな感じ。横見るとこんな感じ。そんなに、まあ、圧迫感もないし、で真上にスマホを置いて見れるかな。ちょっと挑戦してみよう。スマホを入れるところ、外にチャックがありましたね。ここを開けるとスマホが入るみたいです。じゃあ実際にスマホを入れて
テントの中から操作してみたいと思います。はい、あ、意外と見えるな。意外と見える。意外と、あれあれちょっと、あれあれどういった、あれカニ、あれカニ食べてる。いや、ちょっと笑ってる。あれこれどうやって、違う違う、あれ押せない。あれちょっとカニ食って笑顔が素敵な笑顔、カニが、あ、でも見れますね、見れますね。なんか食べ物がいっぱい出てるけど、さあどうでしょうか。あ、寝ながらでも見えますね。あー、ちゃんと見れますね。ただちょっとね、ここが余裕があるので、今もね、こうたわんでますけれども、ちょっと押しにくいかな。でもなんか、もしかしたら夜電気消したら、これ映画みたいに見えるんじゃないかな。ちょっと電気消してみましょうか。電気つけてるとね、この辺の青いブルーシートの色がね、すごい見えちゃうので、電気消してみましょう。どうでしょうか。あ、いいですね。なんか自分だけの寝ながら見えるホームシアターができたような感じ。まあ言い過ぎか、それは。でも意外といい、思ったよりいい。うん。というわけで、冷気を防ぐために買ったこちらの、まあ、安眠テントっていうのかな、なんですけども、意外な使い方として自分用の寝ながら見えるホームシアターにもなるということが分かりました。実際にね、使ってみないと冷気が来ないとかどうかが分からないので、まあ何日間か使ってみてね、また使った感想とか出してみたいと思いますけど、今のところ期待大です。多分寝ながら動画はまあ見ないと思いますけどね、うん、さあ果たして使い心地どうなんでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と、よかったら高評価と押してください。ありがとうございました。ガリベリオ。